彼の名はソウル・クルーグマン。肝炎研究の発展に大いに貢献した研究者だ。彼はアメリカ医学界の最高の賞、ラスカー賞も受賞した。しかし、この輝かしい成功の裏で世にも恐ろしい人体実験に手を染めていたのだ。当時、肝炎専門の研究者だったクルーグマンはひたすら研究に没頭する日々を送っていた。やったぞ！ついに A 型肝炎と B 型肝炎の識別に成功した！これは世界初の快挙だ！しかし、異例の速さで次々と新たな発見をしていった彼をしても、ダメだ！これ以上は血液サンプルだけじゃどうにもならない！これ以上の治療研究を進めるには、人体を用いて試すしか方法がなかった。そして彼は実験を進めるためにある障害者施設に目をつけた。素晴らしい。ここは実験サンプルの宝庫じゃないか。大半の入居人が IQ20 以下の重度知的障害者だというウィローブルック州立学校。あろうことかクルーグマンはこの施設で生徒たちを被験体にした人体実験を始めたのだ。実験の内容はこうだ。お前はあっちだ。さあとっとと行け。まず開発中の肝炎発症予防薬を投与した子どもたちと投与していない子どもたちで2つのグループに分ける。その上で両グループの児童を意図的に肝炎に感染させて効果を見るというものなのだが、まず感染方法が常軌を逸していた。ほら、甘いミルクシェイクだぞ。なんと肝炎患者の糞便を混ぜたミルクシェイクを飲ませていたのだ。そして研究が進むにつれて、より多くの実験サンプルを手に入れたいと考えた彼は、施設の入居条件に新たな項目を追加する。一体どんな条件を？人の心の隙をつく非道な方法を考案した。入居者は例外なく治療実験の対象とする。この実験により入居者が損害を被ったとしても、当方は一切の責任を負わないものとする。普通の親であればこんな施設に子供を預けようとは思わないだろう。だが、もう無理、面倒見きれない。知的障害を患った我が子を手放したい、そういった人は少なからずいたのだ。ごめんね、弱いままでごめんね。こうして彼は堂々と親の合意を得て、研究のための実験サンプルを確保していったのだ。彼には人の心も良心もない。もう少しだ。もう少しで私の研究は実りの時を迎える。あるのはただ研究の進展に向ける驚異的な熱意だけだった。施設内の劣悪な衛生状態のせいで多くの生徒が苦しんでいたことも。臭いよ。実験の最中、肝炎や合併症のために多くの死者が出てしまったことも。先日亡くなった子で死亡者は600人を超えました。やはり環境を見直さないと。どうでもいい。それより予防薬の効果は。彼にとって実験結果以外の出来事など何の価値もない、ただのノイズだったのだ。結果として彼は新たな肝炎発症予防薬の開発に成功し、肝炎治療の立役者として成功を収めた。クルーグマン博士、あなたは素晴らしい人だ。同じ研究者として誇らしい。いやいや。しかし、施設の元関係者が内部事情を告発したことで、この実験の全貌が明らかとなり、世間から多くの非難を浴びて、ウィローブルック州立学校は完全に閉鎖された。後にウィローブルック事件と呼ばれるこの人体実験では、そっちの子はダメだ、死んでる。被験者の大半、およそ800人もの生徒が非道な実験の犠牲となり死亡した。生き残った生徒の多くも肝炎に侵されてるんじゃないかと差別され、申し訳ないが、うちでは預かれませんな。他の施設への転入を断られたそうだ。受け入れ施設を探し転々とする途中、肝炎を発症して死亡する子もいた。しっかりしなさい、死んではダメだ。出所してからの死亡者も含めると犠牲となった児童は1000人を超える。医学界の権威にして人の皮をかぶった悪魔が行ったこの実験は、これまでアメリカの子供たちに実行された最も非論理的な医学実験として伝えられている。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。